今日の一日で決めるなあ、なるほどね。さあじゃあ続いていきましょう、うん、あ、なんだこの質問。皆さんは玉木くんのどの部位が欲しいですか？あー、部位、部位、なるほど、部位、うん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 、まあ どこでも構わないんですけど、じゃあ目かな。あ、すごい、振ってないのに答える。両目ですか？両目を取っとくね。どうして目なんですか？両取っといて、部屋に飾っとけばルシアのこと見てるし、もう他の女見えないし、ルシアだけ見てる、ルシアを見てる、もう目が合ってる、素晴らしい、はい、はい、あ、なるほど、ね、目が合うのがアウトだって言ってましたもんね。そう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 、なるほど、ね、まあ、確かにね、うん、じゃあそうですね、じゃあ交換しよう、目、ルシアの目あげるわ。うん、うん、うん、まあ確かに僕とルシアの目の色は両方赤だしね、確かに。あ、いいね、いいね、いいね、うん、そうだね、交換しよう、いいね、いいね、素晴らしいわ、うんうん、そうだね、目覚ましてたわ、しかーやばいから洗脳され始めてる、ルシアにルシアに洗脳され始めてます。もう冷めないよ、サラちゃん、諦めてる、サラちゃんのことは、ごめんね。じゃあ、そんな星川さん、欲しい部位ありますか？うん、あ、下半身かな、やっぱチンコついてるし。やめてください、あの、彼に行きたいから、チンコついてる下半身やめてください、ルシアがいるからやめろ。死亡してやめろ。やめろ、マジでやめろ。下半身綺麗な足とか欲しいかな、うん、あ、足ね、うん、まあ確かに、うん、足は確かにね、あの僕の絶対領域とかもね、うん、ありますからね。なるほど、うん、うん、さあ、じゃあミルクさん、どの部位が欲しいですか？心臓。心臓、うん、それはどうしてですか？だって心臓止めちゃえばもう誰とも触れないし喋れないし何もできない、見ることもできないでしょ。皆さん、これが殺害予告です。いいですか？でも心臓よ、ミルクちゃん、一番やばい。ルシアが引いてるじゃねえか。死んじゃったら会えなくなっちゃう。だから喋りたい時だけ組み込めばいいの、心臓を持って。くずつかよ。パーツなのかよ。なるほど、サソリかよ。蘇生できるから大丈夫。持ってるから、ミルク。強すぎる。大丈夫、振動マッサージできるから任せて。そんなすぐにくっつくかな、まあ、ちょっとくっつく練習しておきますね、うん、じゃあね。はい、じゃあ、ういまま欲しいもの、欲しいものじゃねえや、どの部位が欲しいですか？え、玉木くん、右利き？左利きです。あ、じゃあ左腕ください。なぜですか？え、なんで？え、私の仕事して。ロボットじゃねえかよ。それこそクグツだろうが。クグツじゃねえか。頼むよ。すげえ、頼むよ。納得できるわ。すげえ合理的。頼むよ。そりゃそうよ。ねえ、もう。終わらねえんだ。今気づいちゃった、玉井くんでしょ。あ、なんですか？お、玉井くん、都合よく扱われてるミルクちゃんからは必要な時にだけ蘇生って言われて、ルイ先生には、なんか仕事してって言われて、ほら、ルシアが一番けなげでしょ？おー、確かに言われてみれば、うん、ほら、そうだな、ルシアは、確かにルシアは僕と一緒にいたいっていうその純粋な気持ちをもとに、うん、目が欲しいわけだもんね、ずっと見ててほしい。あ、なるほどね。そう、やばいって、目覚まして。目覚まして。やばい、また洗脳されてる。また洗脳されちゃった。おっと、ルシアちゃん口がうまい。すごい、ルシア今日喋るなぁ。虚方心だからさ、虚方心で喋ってるから、すごいよ、ベラベラ喋るよ。もう止まらねえ、この口は。誰か塞いでくれ。あ、玉木くん、塞いで。玉木はぶっちゃけ誰が一番好きですかということなんですが、ちょっとお時間が来てしまったようですね。はい、いや、本当に本日ね、楽しくてね。本当に。ほら、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 一番美味しいとこだぞ、よ。そうだよ、待つよね、みんなでね。待つ、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 待つ。うん、こんな一番面白いとこ言わないのまずいぞ。待つないで喋るのやめよう、みんなで。じゃあ、うん、発表させていただいてもいいですか？どうぞ。どうぞ。しぐれうい先生でお願いしまーす。あれ？あ、やめろ、おい、やめろ、あい、怖い、視線が怖い、視線が怖い、終わろう、犬山たまきなんてことを。美味しいところだから言えって言ったよね、ういママ。あいおい、話が違う、話が違う。美味しいところだって言ったよね。あ、ちょっと3人の視線がすごい、おう、そういう風にスケープゴートを作るのやめなさい、犬山たまき。よくないですよ。おさっとそういうヘイトを向ける相手を、あー、見ないで、見ないで。あ、ルシアンちゃん、さよなら、ういママ。もっと仲良くできると思ってたっけ。なんてことおい、しぐれういの友達が増えるかもしれなかった配信に、なんてこと。いやー、もう今日はいい配信だったな。もう可愛い女の子たちに囲まれてね、もう素晴らしいですね。ではじゃあうい先生、一緒に挨拶して終わりましょうかね。みんな、他の皆さんね、すごい、なんで、いいよ、一緒にみんなの挨拶するだろうがよ。
すいません、すいません、すいません。そうですよね。もう、ルシアさんの言うとおりですよ。いや、もうね、配信上級者のルシアさんにはもう叶わないなぁ。じゃあもう、皆さんで挨拶して終わりましょうかね。いや、本当はルシアでしょ。ね、え、何まだ話続いてた。あ、ね、じゃあ終わりましょう。せーの。え、おっしゃ。あ、あったまー。バイバーイ。やべ、逃げろ。何これ。さあ、殺すぞ。おっと、殺すぞ。